2011年のルマンでの様子。アストン・マーティン・アメール1は、ルマン24時間耐久レースへの参戦を目的に、開発された、耐久レース専用の、オープンボディプロトタイプレーシングカーである。先代のローラー・ストン・マーティン B09-60 や、同年のルマンに出場した、アウディアール 18TD、プジョー908とは異なり、オープンタイプのボディである。 先代とは違い、車両は、プロドライブが独自に製作したもので、当初2年間で6台を製作する予定であった。エンジンパワー縮小を目的とした ACO の、レギュレーション改正に伴い、これまで、V12 エンジンを使用してきたアストン・マーティンは2リットル直列、6気筒エンジンへの大幅なダウンサイジングを完光。また、レギュレーションで規定された、シャークフィンを装着し、 近年のマシン製作における傾向とは逆行して、カーボンモノコックのオープンボディを採用した。中央部で側面のボディーワークが絞られるアウディや、プジョーと異なり、サイドラインは、ボディ前面から、リアタイヤの流気を除き、ほぼ一直線に伸びている。フロント部では、ダウンフォースを生み出すよりも、前面のダクトに空気を流入させることを優先させた。ため、その F1 の、 ハイノーズのような形状は、戦術の黒く塗られた太いサイドラインと共にこのマシンを特徴づけている。ダクトに流入した空気は、ブレーキやギアボックスの冷却、エンジンへの吸気、ダウンフォースの発生に利用される。実践に初めて投入されたのは、2011年4月のルマンシリーズ開幕戦のポールリカール。 エンジントラブルが発生し、3回目のプラクティスで、ようやく出走したが、トップのペスカロロ01から5秒のタイム差をつけられる、こととなった。決勝でも長いピットインを行ったり、チェッカーフラッグの30分前にゴールするために、コースインするなど、完全にテスト走行と割り切った出走を行い、熟成不足を露呈した。同月のルマンテストデーには007号車、009、 豪車の2台が登場したが、相変わらず続発する、エンジントラブルのため、前車が10周、後車が2周しか走行できないというありさまであった。その4日後には、アストン・マーティン・レーシングが、イルムシースパ 1000km への参戦取り止めを発表。開発に集中するためとしたが、ルマン本線への不安を残すこととなった。迎えたルマン24時間レース予選1回目では、 トップのプジョーから29秒、ガソリン車税トップのペスカローロから21秒、離されるなど振るわず、最終的には2台ともトップとの差が、約20秒、グリッド上でも LMP に税に渦漏れる形となった。決勝では007号車、009号車ともに1周目から、トラブルが発生し大きく後退わずか10分も経たないうちに、戦闘集団から脱落し、 結局009号車がわずか2周を走った段階で、リタイア007号車も長時間にわたるピットインの末一時復帰するが4周を走り切ったところでリタイアとなった。一方クロノスレーシングから出場したローラーストンマーティン B0960 は7位で完走した。この結果を受けチームは LMS のイモラ6時間への出走を取りやめ、さらに イモラの次戦であるシルバーストーン6時間でチームは先代のローラアストンマーティン B0960 を再び使用した。これ以降はメール1がレースに出走することはなかった。イベントでの出走は2011年7月に行われたグッドウッドフェスティバルオブスピードで記録され007号車が一周 2.5km の会場を完走した。 出場予定の4レース中3レースを欠場し、ポイントすら取ることなく、表舞台から姿を消したアメール1だが、2012年1月に、アストン・マーティン・レーシングにおける、プロトタイプカープロジェクトの終了と、GT カテゴリーへのリソースの集中が正式に発表され、アメール1でのプロジェクトはここで終了することとなった。2012年に登場する、 ペスカロロ03とデルタウィングはこのアメール1をベースとしている。ありがとうございます。